流れる水の働きと水の量の関係について実験してみましょう。水を流す地面を作りましょう。2つのトレイに土を入れます。これを手でならして水を流す斜面を作ります。水の量以外の条件は同じになるよう、同じような斜面を作りましょう。水の量が調節できるように、ペットボトルに穴を開けて準備しておきます。蓋に水が出る穴を開けます。ペットボトルの上の方には空気穴を開けておきます。空気穴を上にして静かに傾けると水が少量ずつ流れ出します。ペットボトルのキャップを取って傾けると水が勢いよく流れ出します。これで水の量の調節ができます。実際に土で作った斜面に水を流して観察しましょう。水の量を少なくする場合は、キャップをつけましょう。多くする場合は、キャップを外しましょう。こうして、水の流れ方と地面の様子を観察します。実験が終わったら、片付けをしましょう。トレイの土は元の場所に返します。泥水が跳ねないように気をつけましょう。残った泥は水で洗い流します。汚れをしっかり落とし、水気を切ってから片付けるようにしましょう。